どうも、すっぴんです。今日はですね、ちょっとまあ喋りながらご飯でも食べようかなと思って動画を回してます。ウーバーイーツで届きました。エビフライカレーです。新生活についてとか一人暮らしとかそういう動画をね、最近よく見かけるんで便乗してね、私もそっち系のちょっとお話ししてみようかなと思います。私東京に上京してきてから11年経つんですよ。11年間を振り返って、果たして上京してきてよかったのか、それとも上京しなければよかったのかなっていう話をちょっとしていこうかなと思います。おいしい。一番最初に上京してきた理由っていうのがあって、あんまり人に言ったことないんだけど、芸能人になりたかったんですよ。一番最初の時期、小学校の時ぐらいかな、からもう親に芸能人になりたいのって言ってずっと言ってたことがあって、中学校ぐらいの時から東京に上京しようっていうのを心に決めてたんですよ。私時を経て17歳で上京してきたわけですよ。17歳なんてさ、ほら経験もなければ知識もないしお金もないわけじゃないですか。区で言ったら中野区に住んでたんですけど、家賃6万6000円の家に住んでたんですよ。東京の中では安い方なんだけど、その時の自分にはめちゃめちゃ高い金額なわけですよ。壁うっすボロッボロのアパートだし、ユニットバスで家の近くに火葬場みたいなとこあったんだよね。一番最初に就いた仕事がアパレル関係の仕事だったんですけど、月14万、そのアルバイトをしながらだったんですけど、芸能関係の養成学校みたいなところにも通ってたんですよ。レッスンとかがあるからバイトとかも増やせないし、そう、家賃だけじゃないじゃん。電気代、携帯代、水道代、ガス代から自分の食費もあって、遊ぶお金なんてもうないわけですよ。まあ超ド貧乏ですよね、本当に。なんとか生活をしてたんですけど、なんか養成所の更新日みたいのがあって、辞めるか辞めないかっていうのをちょっとまあ更新するかしないかっていうので決められるんですけど、お金がかかったかどうかはちょっと覚えてないんですけど、まあそういうなんか更新するしないみたいなのがあって、で私はしなかったわけですよ、更新を。限界を感じてて、その時に生活においてもそうだし、芸能事務所としてそこでやっていって本当に売れるのかとか、デビューできるのかとか、そういうのがあって、なんかそれがどんどん非現実的に見えてきたわけですよ。近づけば近づこうとするほど、まあ単に言っちゃやめてしまったんですよ私は。まあ夢を見て上京してきたはいいけども、結構あっけなく夢は終わったわけですよ。でもその時に私は実家に帰ろうとかそういう思考にはならなかったんですよ。まあ住み始めて2年とかじゃ全然やっぱり楽しいわけですよ。仕事を増やしたりとかして普通にそれなりに生活してたんですけど、その時じゃないけどもさ、まあそのなんて、まあ事務所辞めてからちょっとしばらく経ってから、私はまあ水商売に走ったわけなんですね。だからまあ人生がすごい変わって、なんて言うんですかね、やっぱ接客業だからいろんな人と出会うわけですよ。で東京で友達なんて全然いないみたいなっていう中からスタートしたのに、水商売をやり始めてからバーみたいなところで働いてたので、全然お客さんとも普通にめっちゃ親近感があるような距離で、すごい本当になんか友達みたいな感じになったりとかして、まあお店の人たちともね仲良くなったりだとか、逆に店付き合いの人と仲良くなったりだとか、友達すごいできて、本当にすごい楽しかったんですよ、その後の人生が。めちゃくちゃ、ここではあえてあんまり言わないですけど、なんかまあ人にね、そんな誇れるような仕事じゃない仕事もまあ したわけですよ、多少は。みんな人を騙したとかじゃないけどね、すごい人からしたらね、あこいつ落ちたなみたいな言われるような仕事かもしんないけど、全然なんかそういう風に思ったことがなくて、自分の中でむしろなんか一番花咲いてた時期だなって思えるぐらい、まあ今でも思い返してみても、一番花咲いてたなあの時期がみたいなっていうぐらい、まあそういう時期もあったんですよ。なんか言いたいこと分かんなくなってきちゃった。だからまあね、私は上京してきて、まあ単純に言えば良かったなって思ってます、正直。これ状況とかあんまり関係ない話になってくるかもしれないけど、人生を選ぶことって多少はできると思うんですね、人間って。人生を選んだ先に何があるかなってやっぱり誰もわからないじゃないですか、未来のことだし。選んできた道を振り返ってみんな後悔したり後悔しなかったりとかするわけですよ。あの時あの道を選んでれば、あの時
こうしていればっていう風に後悔をするんですよ。でもその後悔をするっていうこと自体がそもそも間違ってると私は思ってて、だって過去には戻れないんだもん。例えば私が今回のその上京してきたっていうのが良かったか悪かったかって言って言ったら、もう良かったとしか絶対言わないんですよ。それはなんでかって言ったら、あの時上京しなくて実家でなんか定職について安定した人生を送っていれば、今のような生活は逆に言えばなかったわけですよ。プラスにしてもマイナスにしても、あの時上京することを選んで、あの時芸能関係の学校を辞めて夢を諦めたから今の人生があるわけじゃないですか。その人生が良い悪いって判断するのって他人じゃなくて絶対自分なんですよ。自分の人生なんだから、そう、自分の物差しで測ってやればいいと思ってるの私は。あの時に芸能関係の学校を選んでたら、プラスに考えたらもしかしたら夢が叶って芸能人になって、それでバンバンテレビ出てイエーってやってて、今より確かにいい生活をしているかもしれない。でもその生活があったとしても、今一緒にいるとか周りにいる友達だったりだとか、まあガオちゃんだってそうだし、なんかもうみんないなかったかもしれないと思ったらすごく寂しくなっちゃって、寂しくなっちゃいませんか？何が正解とかじゃないんですよ。何が正解で何が間違いかなんて人生には絶対ないと思ってるんですね。法に触れるようなことはダメですけど、まあね、人を傷つける傷つけないっていう話に関してはね、まあそれは後悔とかいろいろあるかもしれないですよ。どんな道だっていいんだよ、みんないろんな人生あるんだから。あ、完食しましたダラダラと話をしましたけども、何を選んでも正解でも不正解でもないっていうね、私のね、こんな偏畜な持論ですけども、誰かに届けばなと思いますはい、というわけでですね、本日も動画見てくださってありがとうございました。この動画の後にですね、ちょっと別の動画が流れます。よかったらそちらの動画もね、見てってください。バイバイ。チュルチュル。今日はですね、英雄ワウマさんのネット通販の生配信に行ってくるので、その様子をね、皆さんにちょっとお届けできたらなと思います。行ってきます。はい、というわけでですね、一緒に撮影をしていく直樹兄さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう本当にね、こんなお話いただいて本当にありがとうございます。いやいや、なんかね、僕も楽しく、なんかいつか一緒になんかできればなと思ったんですけど。あ、本当ですか。その例に並ぶと、なんかこう、うん、なんかあれですよね、悪徳マネージャーみたいな感じで出てますよね、ちるちゃん悪徳マネージャーみたいな。全然そんなことないですけど。3月は、うん、毎週金曜日の21時から、はい、英雄ワウマさんでね、放送されるんで、はい、本当よかった。見てください。本当に司ちゃんのあんなことやこんな姿が見れるんでね。どういうことですか？意外な一面とか見れるんで。いや、ちょっと、いや、まあ、確かにちょっと意外な一面も見えるかもしれないですね。はい、生足も見えますよ。ニューヨークの人にね、うん、英雄ワウマさんを見ていただけるようにと思って、はいはい、撮影風景だとか、はい、そういうのもちょっと見せていけたらので、うん、3月ね、毎週金曜日21時、うん、やってますので。4月も。あるかもしれないですよ。あ、そうですね、はい、あの4月 あるんですか？ちょっと前聞いてないですけど、うん、もうちょいちゃんってあると思いますよ。本当ですか、やった、はい、今日今放送されてしまうので、うん、生では多分今見てくださってる方々は見えないと思うんですね、うん、録画があるんですよね、うん、ちょっと何日までとかちょっと分かってないんですけど、1ヶ月ぐらいです。あ、1ヶ月間ぐらい見えるんですね、はい、あ、そうなんだ、うん、じゃあ見れますね。じゃあ、URL 貼っとくんで、よかったら見てください。はい。ということでね、じゃあ、撮影、はい、行ってこようと思います。思います。インゲストの、ちゅるちゃんです。よろしくお願いします。はい、ちゅるです。司さんです。そうですね、司さんでも。はい。2つの名前は猫女です。よろしくお願いします。女子には来ます。女子はやっぱりレギンス履きますからね。履きますね、うん、何でしょう。こちらはヘアアイロンになってますね。はい、はい、横で見ててもすっごい綺麗になってる。すごい、どん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 立てていろんなスタイリングできると思います、はい、ということでいただきました、はい、45分間あっという間でございました。ちょっと尺余りかもしれないから、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週金曜日。はい、マイクを押しましたが映像残ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ナオク兄さん、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやもうすごい良かったよ。いや、え、誰だっけそれ。あ、マソです。あ、すごい。もう一回やってください。今のスカズちゃん可愛かったよ。すごい可愛かったです。
あ、サザエさんシリーズですか。いいと思います。怖すぎ。じゃあ来週もよろしくお願いします。来週のサザエさんはワウマを見てください。ワウマ見てください。ワウマ見てね。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。